このネットではこんな熱いのになかなかテレビとか新聞で取り上げてくれないというこの壁をみんな心配してるんですけど、それはどうなんですか、残りの選挙戦で。はっきり言いますね、私が言ってることは消費税なんて取ってんじゃないよっつってんです。廃止にするべきだっつってんですね。で、消費税がどうしてあるかっつったら社会保障を支えるためではないんですよ。大企業に大減税、金持ちに大減税した結果、補填する財源が必要だから消費税になってるんです。これはいわゆる何かっつったら、その企業、テレビを支えてるのは企業、番組と番組の間に何回もコマーシャル流れる、企業側が広告枠を買い取ってテレビなどを支えている、企業側にとって不都合な政治勢力をわざわざ宣伝する親切な人たちなんていないでしょってことなんですよ。なるほどね。でもその中には心ある人はいるってことなんです。なんとかこいつらをちょっとでも映せないかって、多分現場で戦ってくれてる人たちはいる。お願いしますね、各社。だから逆にちょっとでも報道してくれたところにサンキューメールなのそういうものを送ってってすごいねって、勇気あるねって。さあ、どの社が、どのテレビが最初に報道するかな私たち放送禁止物体ですここをメディアに出していくためにはもっと上がっていかなきゃなんない、放送せざる得ないという状況を作る以外ない。それができるのは誰か、皆さんお一人お一人。